はい、皆さんこんにちは。6月16日木曜日ですけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日もハワイ市カリフォルニア州からお送りいたします、コーチアレックスでございます。今日もお付き合いくださいませ。今日はね、私の声がどんどん弾んでおりますでしょう。やはりね、大谷が投げてですね、そしてまあね、チームが勝つとね、喜べますよね。ワンワンワンって喜びますけどね。まあ私は非常に喜んでおります。大谷さんが素晴らしいピッチングをしまして、一勝を挙げました。まあエンジェルスは29勝35敗、向こうが28勝35敗、まあちょっとね、一勝だけ多めに取ってるんですけど、相手から比べるとね、だからこれでまあ30勝になりまして、相手が28勝36敗になりました。ということで、まあここで見舞ってますように、大谷さんがですね、一生懸命投げて、ここで、まずマイク・トラウトがツーランホームラン。今日はね、テラワードもね、ヒット打ったから、もう3つヒット打ってますんでね、その後にダブル、トリプルプレー、またこっちもね、いや、ダブルホームラン、ツーランホームラン。で、ここもツーランホームラン。で、相手は1点取られたんですけど、今日テペランが1点あげちゃったね、なんかね、あの人もね、ちょっと熱くなってたね。なんかどういうわけかね、立ち上がり悪いんですよね、テペレはね。まあとにかく終わってみれば4対1ということで、大谷さんがですね、5勝4敗。そして前から比べると少しね、3.21 ERA も下がりました。これでね、エギレシアスもしっかりセーブしまして、まあとにかく今日はもう全部うまく噛み合って、非常に良かったです。じゃあちょっとね、ピッチャーの方行きましょうか。大谷さんが今日はウィニング W 書いてありますからね、6イニング投げて3ヒットで、バーベキューは2つ、ストライクアウトは6個でございます。ループが珍しい、もう心配したんだけど、ループはね、珍しく1イニング何にもなしで投げました。素晴らしかったですね。テペラがね、先ほど話しましたように1点上げまして、それ以外はですね、もうしっかりやってくれました。そしてイギリスも今回初めてですね、何も問題なく3人ともストライクアウトでやってくれまして、まあまあ素晴らしいということでございます。で、打つ方はですね、ここで見ますように、もうこの辺もやっぱりゼロガーッと並んでるんですけどね、ここがねやっぱり大きかったよね。ワードが出てトラウトがホームラン、またワードが出てトラウトがホームランということでございます。ですからワードが3ヒット、トラウトが2ヒット、そして、大谷が2ヒット、ウォルシュも1ヒット、そしてまたウェイドが2ヒットということで、まあ、とにかくホームランを打てばね、もう勝ってしまうということで、ございます。はい。そして、今日は大谷さんのピッチングでしたね。今日は16日でございますんでね、16日はどこへ行ってしまったんでしょうか。3、4、5、6、はい、6日、こちらですね、シアトルマリナーズ、ここですね。はい、大谷さんが投げて、まあここにしようかな。はいはい、シアトルで大谷さんが投げました。はい、そういうことで投げまして、素晴らしかったですね。また明日、明後日、しあさってまで、まあ3つのゲームがまだ残っております。はい、素晴らしい。でヒットも2つということでございます。はい、でメンバーは今回はこういう感じですね。いや、私はね、絶対ジェレッド・ウォルシュはこの流れに持ってくると思うんですよね。ブランダンはまあ後ろに下げてもいいんですけど、マッツ・ザフィーも後ろです。これ全部後ろ、まあ、だけどいないですよね、そのザ・ヒットリーとかね。まあということで、テイラー・ワード、マイク・トラウト、ショウヨウタニ、この辺活躍しまして、ジェレッド・ウォルシュもワンヒット打っております。二刀流のお仕事をしっかりやってくれまして、大谷さんはバンバン剤でございますけどね。はい、ということで、大谷さんがあれでございましたのでね、今日はだからこちらですね、ループ、テペラ、イギリシャスですね。今日はね、行ったのはね、これですね、ループは最近ちょっと心配だったんですけど、はい、ループ、テペラ、はい、イギリシャス、久しぶりにイギリシャスが来ましたね。これでうまくいきましたね、今日はね。ループはね、心配したんだけど頑張ってくれ。まあなんかね、話によるとループがね、やっぱりこうやって噛み合ってくれないと、この流れがうまくいかないんじゃないかということ心配だったんで、
はい、そういうことで皆さん、また今日も私がね、こちらの大谷さんのね、オールスターの投票をやりましたので、皆さんもぜひ大谷さんをよろしくお願いいたします。そしてこちらも、まあこちらはエンジェルスやってますけど、こちらインターナショナルじゃないけど、まあみんなね、ナショナルリーグもセントラルリーグも、セントラルじゃない、アメリカリーグも全部これ入ってまして、まあね、ニューヨークヤンキースとかエンジェルスは2人、大谷さんもいるし、まあ、こういう感じに、これはね、無期別っていうね、ドジャース、メッツ、まあ、この辺みんなね、オールスターに出るメンバーですよね。そういうことで言っております。ということで、今日はですね、頭に結局はですね、6イニングを見ていただいて、その後に2ヒットを見ていただくということにいたします。で、私はまあその辺はもう皆さんが見ている間になんか下でベラベラ喋るよりも、みんなゆっくり見ていただいた方がいいかなと思いますんで、いつもそういうふうに今再建させていただいております。He's actually bigger now than Ichiro ever was. But in Japan, they love brand. And Ichiro is the number one brand. And Shohei is trying to get up there on the ledger. And when Shohei first came, Shohei brings the show on the road. And I mean, do we expect the velo once again, Bobby V, to be up early in this game for Shohei? I believe it's there to stay. I think he'sreached that mark in his conditioning after that abbreviated spring training that we talked about a while ago. And I think he's ready to go. Yeah, and Patrick's having fun with Patrick Sandoval's out there, Ipe's out there. It's a show. Tony, we've never seen a talent like this. You're talking about history. This is history.On a picture postcard evening for Bay Series with your Los Angeles Angels and the host Seattle Mariners. Tonight's telecast is brought to you by your Southern California Chevy dealers. Perfect weather Mariners. In fact, this is one of his favorite uniforms to oppose in the division. His second ever start in this ballpark, his first coming back in his rookie run through the big leagues back in 2000. Back in Seattle in advance of game one of this five-game set. Crawford is one of only three members back here tomorrow night.